やばい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 。こんにちは、ひめひまです。というわけで、今日は、板チョコアイスを見つけて、テンションが上がってるひまひまです。というわけで今日はなんと、あの冬休みにね、ひまひまちゃん入っています。なんですけれども、宿題に指一本も触れてない、これからの冬休みの予定が詰まりすぎて宿題をやる時間がないということで、今日はもう今日のうちに冬休みの宿題ガチでやるぞーっていうひまひまを撮っていきたいと思います。もうあわよくは終わらせられるぐらいの本気度で今日はね、というか終わらせます。ぜひ皆さん最後まで見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。ということで、冬休みの宿題なんですけど、結構あるのよ。実は、結構あって、だからちょっとそこは、本気で、はい、やっていきます。結構あるんだよな。ここにあのね、冬休みの宿題一覧みたいなのがあるんだけど、やばいぞ。やばい、これはやばい。よし。ちょっとアイス、冷蔵庫に入れてくる。私さ、家庭科に冬休みの調理レポートなんてあんの、今思い出したんだけど、そうじゃん、普通に忘れてたんだけど、どうしよう、いつやろう、ちょっと待って、とりあえずモンスター飲もう。あの今日はモンスター飲む日って決めたから。私は週1でしか飲まないけど、週1でも飲まないかも。テスト期間結構飲んで、あとはほぼ飲まないけど、今日は飲む、さすがにガチのね、日だから。はい、せーの、コンペイとじゃない、そうコンペイは、あ、なんか韓国語らしい。いただきます。うん、青めっちゃ好き。ではやっていきます。なんか思ったよりもね、宿題が多い。結構舐めてたんですよ、私は。うん、正直でも普通に多いので頑張ります。ちなみに私、携帯ケース買いました。アイフェイスにした。いや、そんなことはいいんだよ。じゃあ、やっていきましょう。国語からやろう。いや、嘘。ちょっとそんな気にはなれない。数学。数学からやるよ。頑張るよ。いてー。よし。皆さん、結構今いい感じに今、集中してました。最高。やっぱね、集中すればできる YouTuber イコールひまひまみたいな結構印象で、これからよろしくお願いしますって思うんですけど、今1時間ちょっとかな、ずっと数学やってて、ワークなんだけどね、数学は6割ぐらい終わってる。結構いいんじゃない。でもあとこれが英語と国語文もあるから結構鬼畜なんですけど、今からねやっていきます。あ、でも一回ちょっとひま気分転換にご飯を食べてくるね。気分転換大事。おぉそういうことで、今ご飯を食べて今をやる気が出たから、今から頑張ります。よっしゃ。とりあえずあのね、今からの課題はワークを終わらすと、あのワークを終わらすだけでね、人間ね気持ちが違うんで。じゃあ音楽でもかけながらやっていくよ。何の音楽にしようかな。数学はね、私は歌詞入りが好きな、歌詞入りで聴くのが好き。空は青く澄み渡り海を目、あーね、ここはあーね、最近あーねしか言ってないよ。集中できない、そういうモードに入ってきました。うん、宿題やりたくない&できない。もうなんか、できないんじゃなくてやりたくない。私は今。なので、ちょっと、散歩するか。よいしょ。ドレミファソラシド。到着！なんかあるかな？なんかあるかな？あ、これにしよう！最高。やっぱね、音がないとね、生きていけないんですよ。よっしゃ、頑張るぞ。ねえ、静かにして、ピーちゃん。
やばい、爆睡してた。え、そんなことある？ねえ、もうやばい、課題終わんないよ、このままじゃ。もうやだ、もうやだよ、課題なんてやりたくない。眠いし、やる気起きないし、今爆睡してたし、どうしよう、終わんないよ、数学が終わんない。ということで、みなさん、キャーテンションやば。あの、数学のワークが終わりました。数学終わった。でもね、ワークって言ってもなんか冊子みたいなやつで、そう、こういう冊子なんだけど、が終わりました。でも全部でね、8ページぐらい、もっとか、12、3ページあったと思います。オッケー、で次は英語と国語があるんだけど、数学の分厚さに比べたらね、あ、数学分厚とか思ったら違うわ、答えが挟まっただけやん、ほぼ一緒やん。とりあえず数学終わったから、次は英語のワークをしますよ。国語は眠くなるから英語やる。 OK Let's go start Starting English。 よし、ここは本気でね、やっぱあの、やっていかないと。もうね、これをやり終わるだけで、私の高校生での冬休み人生は花になるからね。いや、今逆しすぎた。やっぱ去年は受験だった分ね、何もできなかったんですよ。だからやっぱりその分、今年は冬休み楽しもうと思っていまして、早く楽しめるように。え、でもまあその分ね、あの、今年は楽しもうと思って、今年の冬休みは絶対に楽しみまくります。大事なとこで噛んだ。はい、というわけで、あれ、ひまひまさん服も変わってるし、メイクもしてるじゃん、なんでびっくりって思った方いるとたくさん思います。あの、なんと私はあの後ね、あの後忘年会、事務所の忘年会があって、で、その忘年会に行って帰ってきて、今もう夜なんですよ。めちゃくちゃ夜なんですけど、今本気で今日はさ、宿題やるで言ったじゃん。で、しかも終わらすとも言ったじゃん。その責任感で今本気でちょっとやったの。そしたらワークがなんとあと1、2、3、6、7、意外とあるな。ちょっと待って、でも21ページ中の15ページ終わりました。どう？すごくない？帰ってきてもちょっとやったんだよ。で、結局今日の成果としてはね、今日は宿題を終わらすことは本当にできなかったんです。ごめんなさい、ひまひまファミリーの皆さん。でも数学のワーク終わりました。あと英語のワーク終わりました。まあ半分だけど、そんな感じです。と、まあ結構やったよね、ひま。頑張ったと思うよ。そうだよね、うん、だから次回はセカンドステージ、ひまひま、冬休みの宿題を絶対に1日で終わらすぞ動画撮ります。そうすればそれまで終われませんっていう、もう動画で、朝6時起きでみたいな感じで本気でやりたいと思うので、その動画もぜひ見てください。多分冬休み後半になったら出ると思うので、楽しみにしていてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。しもう、私は課題大嫌い。でも課題やんないと自分が乱れすぎてしまうので、課題大好きです。